はい、皆さんこんにちは。ポケモンスタンド第7世代の全国ダブル対戦実況をやっていきたいと思います。前回トリックルームに対してトリックルームチームに対してどうやって対応するんですかって質問に対して、まあ実質立ち回りなんとかしますみたいな回答をしたんですけど、前回のその言ってるそばから立ち回りで何ともならぬ対戦をしてしまった感じがあるんで、素直にモロバレードを採用しました。まあ、トリックルーム起動役に対して、あるいはトリックルームアタッカーに対してうまくキノコの報酬を入れれば相手のやりたいことを妨害できるんで、まあモロバレを入れましたというと、技構成に関してこれがベストかどうかまだ分かんないところあるんですけど、まあ少なくともキノコの報酬をちらつかせることで相手の行動選択をちょっと制約することができるかなと思っての採用でございますと。性格が多分ノン気か生気かでモロバレル分かれると思うんですけど、どっち使うかっていうので、生気が今なんか準備できないからノン気をとりあえず使ってます。ただ特殊環境なので生気の方がいいんじゃないかって思ってるけど、性格に関してはどうなんでしょうってところですね。それ以外は変わってもございません。対戦やっていきます。まあ、前回レベル1トゲピ入りのパーティーと対戦したけど、レベル1トゲピにやられたっていうよりは相手のクレセリアにうまいことやられたかなって感じなんで、もう一個悩んでるのがクレセリアの持ち物なんですよね。今ゴツゴツメット持ってるけど、回復系のアイテムの方がいいのか、もしくは違うアイテム考えるのか。クレセリアの持ち物が何がベストかがまだ分かんないところです。モロバレで光の粉はそういえば説明してなかったんですけど、まあお察しの通りで僕が好きなアイテムだからです。まあ特性が再生力じゃなくて放射だったら光の粉を持たせるのはアンチシナジー感があるんですけど、まあ再生力なんで技回避するのは一定のメリットがあると思うんで、そういう理由での採用ですね。テルルンさん、レート1581対戦よろしくお願いいたします。相手のパーティーリザードン、チェリム、フェローチェ、カプコチェコ、レイジュランドロス、ギルガルドですね。まあ、チェリムは、特性が、3パワーじゃなくて、なんて言うんだっけ、特性。まあ、晴れだと姿が変わって、種族値も変わってみたいな特性だったと思います。まあ、晴れパーティーですね。天候予想。チェリムは、草タイプの技、がまあ基本ウェポンだけど、Z 技持ってる可能性もあるのかな、チェリムが。チェリム入りのパーティーは5世代では結構当たった気がするけど、7世代では初めて当たった気がします。ギルガルドがこのパーティーの場合、ワイが持ってんのかなってのが気になるところやな。これでいきます。対戦よろしくお願いいたします。たまにちゃんと特性とか説明できないことあるんですけど、それはちゃんと後で調べますんで申し訳ないですけども、まあなんとか対応していきます。まあフェローチェが霊媚持ってるのはほぼ 100% だと思うんですけど、ランドロスがレイビークラブさすがにきついですよね。ただランドロスが守るか交代する読みでクレセリ方向に集中ゴールで近づいてくる可能性も十分ある。まあレート対レート対ですけど、まあ普通にクレセリ集中あり得るし、ランド突っ張りが OK かどうか。フェローチェの霊媚を仮にヒードルで受けても、その後また格闘技がきついんですよね。だったら突っ張るかって感じで、
ランドセでもいいから突っ張りますって感じにします。ここはきすぎなんだけど、たま、あレービー食らったら確実に死んでましたね。まあ、攻めるべきシーンだと思ったんで、ここはランド仮に死んでもいいやと思って動かしたから、まあいいです。威嚇がいて挑発、まあそれは関係ない。テコを威嚇吐いた地震プラス凍える風でいい感じに仕留められればいいんですけど、凍える風をヒットさせる。テコ倒した。またフェローチ来る、うん、弾って分かってるからクソきついんだよな。ヒードランチェンジして、凍える風、コンボ返り、めちゃくちゃ痛い。相手のランドで自信打ってないと思うんだけど、交代読みでぶちかまされてるときつい。まあ、トンボ返りは安定構造のように見えるけど、威力低いからサイクル戦有利なのかどうかは微妙なところなんですよね。まあ、命の弾だからトンボ返り打ってるってのがあると思います、最低。リザーブ。それしてくるか。両方トンボ返りするのか。あとは、あれやな。リザーブが気合弾もしくは、目立ちを持ってるかどうか。分からんですよね。ランド出すのかガルダ出すのかどっちが正解なんだ。ガルダの猫のプレッシャーを与えるか、ランドの岩なでのプレッシャーを与えるか。飛び石で打つのは絶対怖いと思うんですよね、相手。ランドから入ります。相手のリザードが気合弾もしか目覚めれば地面を撒くから、まあそれは諦めるか。ここはほぼ 100% 霊火を打ってくると思うんだよね、ランド方向に。目指し持ったらしょうがないと思って諦めた行動するか。熱風打ちながらランドをガルラチェンジ。霊火が絶対来ると思っての行動ですけど、当てるよ、ここの一風は絶対。追い風や。
まあいいや、セラオちゃんやってたからいいや、最低値の仕事。追い風持ってる、守る持ってる、炎技持ってる、気合弾もしくはメガノカは地面ないと思っていいかな。ヒードラ身代わり張りながら猫魂をランドロス方向に。リザードンがヒードランだって持ってないと思って行動します。でも追い風が盤面を整えるためだけの技だったとして、サブウェポンで気合玉目立ち持ってるとしたらきつい。H フリーヒートなんだから気合弾もしくは目立ちは耐えそうだけど、かなり多分削られて多分身代わりは残せないので、まあ当然のようにランドロス方向に猫。いや普通にネット打った方が良かったか、ランドロスの守る警戒とか考えちゃったけど。持ってたけど火力足りなかったな。メガ進化してないんだよね、相手。晴れ状態にするとやばいと思ってるんだよね、だから、当然。ヒードラ守りながら、ガルラランドチェンジ。残り追い風にいたのか。メガ進化しない状態のリザードの目覚めるパワー地面だったんで余裕を持って耐えたって感じですね。メガ進化すると特攻種族値が上がるんで。これが一番最善の立ち回りだと今は思ってるけど、ランドが仮に集中で死んだら次は猫魂を撃ってるし、ランドが生き残ったら岩なだれのプレッシャーを与えられるっていう、そんな感じ。やけどしないでね。いやこれメガ進化して火炎放射が相手安定行動になるのでは。いや違うか、ならないか。メガ進化したら熱風を相手ランドと打ち込んだら倒せそうだから、いいかこれで。熱風と岩の大選択。まあここはメガ進化するでしょう、多分。左で火炎放射食らうとランドは絶対死にますね、これ。でも相手のランドとリザの集中効率を食らわなければヒードランが生き残って熱風を打てる。岩投げ外しに期待してヒードラン方向集中ってのもあり得るかな。それが多分相手の勝ち筋だよね、唯一の。思ったりしてこんかった。ああ、でもそうか。熱風外し期待でもいいもんな。どっちから外れればいいんだもんね、相手からすれば。熱風もしくは岩投げが外れてくれればいいから。ガンプ？これはどういう意図があるんだ。ガルーラチェンジを考えたのかな。当たんねえんだけど。まあ、ランド方向に当たればいい。ちょっきらな勝て。ランドの直帰が確定したので、火炎放射が
相手は打ちたいところだろう。向こうだな。普通に CS リザードンっぽい耐久。あれ？そっち打ってくるんだ。まあでも耐える。威嚇入ってるからね。地震打ってくると思ったんだけど、違った。まあ相手が羽休め持ってない限りは勝てるし、勝ちでしょ。まあ羽休めなんてのは、メガリザ Y はダブルでは絶対持ってないと思うから。ほんで勝ち確でしょ。大変ありがとうございました。まあ、そうですね。ランドロスが最初フェラーと対面して、強引に座ったシーンと、ヒードランが身代わりを目立ち打ちながら張ったシーンは結構ディスティーな行動だったけど、それとおさんと加点行動かなって思ったんで、まあ仕方がない。強気に行かなければいけないシーンだったと思うんで、それは、結果論っていうだけじゃなくて、まあ、あれしなきゃ負けてたからきつかったんで、ベストの選択だったと思います。ただ、なんか、賭けみたいな行動選択をせざるを得ない状況を作らされたのは、やっぱり構築面とか、選出の問題だと思うんで、そこはちょっと改善していきたいかな。常に相手に圧力をかけられて、こっちが、これを通さないと負けるっていう、択を迫られ続けたので、結果的に勝ったけど、全然相手の方が、勝つ可能性高かった試合だと思うし、ってところですね、今の試合に関しては。千葉県の加藤正さん、レート1618、対戦よろしくお願いいたします。自力山レイジューボルトロス、ヒードラン、ガル、間違えた、リザードン、シーバナ、サナイト、まあ、いろんなあれがありますね。サナイトがメガ進化でトリル張ってくる可能性もあるし、不思議バナも、まあ、シーバナはヨレクソか、メガリザワイだろうね。またまあモロバレドは活躍の目がなさそうかなって感じで、そうか、蓄電のボルトがいるからちょっと動けんかなって感じか。これ結構動きにくいかなって感じ。ガルーラ、クレセリア、相手ブズリアタッカー切り切りなんしかいないんですよね。まあ、ただランドの地震とか岩投げとか刺さり具合はいい。サナイトが目立ち持ってるかどうかとかも気になるところ。フェアリー体制はヒードの欲しいかな。こけこかランドロスか。こけこは眠り対策にもなるけど、いや、これかな。選出の順番は変えてますね。覚える風があると打ちにくいね、キリキさんがいるから。ボルト吸わないと。一応これ格闘 Z 気合玉を意識しなきゃいけないかなって思ってるんですけど、まあ、気合玉を取れたらしょうがないと割り切ります。その隙に瞑想を積む。
威嚇もりたい状況でガルーダと目指さないって対応して突っ張るっていうのはちょっとリスキーなことだと思うけど、どうなんですかね、相手的には。大体の方がメガ進化早かったから S が早いので取り入れされないとじゃない可能性もあるかなって今思った。猫が通る、両方突っ張ってきたな。相手、お、そんな入る、予想以上にダメージでかくてビビってる。素の気合いダムってくんな、それやめてくださいマジで。ウイーチをボルトロスに打ちつつ、クレセリアは凍える風、まあいい感じにダメージ通った。命中 70% 技をさバンバン打ってくるのさやめてほしいんだけど、格闘Zならまあしょうがないか割り切りますけどってところ。トリルを封印したかったのかなって動きだけど、まあ関係ないですね。ランド出すかヒドラ出すか、まあランドの方が確実にしてるからランドから行くか。裏にティリキザンがいるかどうか気になるけど、ティリキザンって基本先発で出すポケモンだと思ってるから裏にはいないと思ってますんで殴ります。岩流れと凍える風、キザンが裏にいたらそれを知らん。いるのかよおい。当たんねえんだけど、まあ天地発動、ランド素直に動かすかどうかやめときます。ヒードランチェンジして、メソ積む、ランド方向に打たれたのかどっちか分かんないけど、熱風でヒードランし、ああ、ティリキザン縛ります。ヒードラン熱風選択で、クレセリアは、月の光。相手のサナキの方が早かった。当てろよここ、ネップは絶対。ティリキザンエース振りだと思うからネップで落ちると思うんだけど、なんか変な相手持ったりしたら怖いな。 OK、 サナキの外したの余計だな。ただ瞑想は2回詰めた。ヒードラン、
まあ裏ボルトロスって分かってるから突っ張でもいいから全然。身代わり残されたりする方がきつい気がするんで、でもまあランドチェンジかな。オイル風サナイト引っ込めてボルトロス、まあフリは取らない行動できたかな。ナイトのヒードライス振ってないっぽいですね。押せ、まあ、種族地上クルセイの方が早いんだけど、ヒードラ臆病とか控えめで結構 S 振ってるの見たりするから、どんなもんかなって気になってたところで、主家の実ではないから自信通せば倒せますね。ほんで勝ち確でしょう。自信で勝ちですね。対戦ありがとうございました。まあ1戦目はそうですね、厳しいタクを通し続けてなんとか勝ったって感じなんですよ。2戦目は割と、まあ、キリティザの登場シーンを除けば割となんていうかな、安全に立ち回った結果、まあ、勝利につなげられたって感じは、まあ、割と理想的な勝利ができたんではなかろうかと思います。なかなか勝てなくて辛い時期もあったんですけど、まあ、なんとなく感覚を取り戻してきたかなって感じはあります。まあ、ただね、本当になんていうかスランプ時期が続いてて、まあ、苦しかったんですけど、ちょいちょい感覚を思い出して、構築のバランス、センスプレイング、いろいろ自分だけのなんていうかな殻に閉じこもっていてもしょうがないので、いろんなオフ会の配信とか強いプレイヤーの方の構築記事とかいろいろ読ませていただいて、まあ、今の環境をしっかり把握して、それに対してのメタを考えて立ち回りも、まあ、他の人がどう考えているのかをしっかり頭の中にインプットして、ベストな立ち回りを心がけていきたいかなって思います。ここまで最後まで見てくれている方、本当にありがとうございます。サンキューウォッチングマイビデオ、See you next time. バイバイ。また次回の動画でお会いしましょう。ぜひぜひ応援の方よろしくお願いいたします。